はい、おはようございます、ラスカルでございます。昨今ですね、このコロナ禍に入っていろいろと冷凍の商品って増えたじゃないですか。実際ね、お店と本当に同じなのって疑問に思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。なので本日は実際のお店で出てる商品と冷凍商品食べ比べてみましょうということで、本日はですね、栃木県にございます一品港上等店さんにお邪魔しております。こちらのお店さんはですね、僕の動画ももちろん撮影をしておりますし、冷凍の餃子、これもね自宅で撮影をしたりしてるんですけれども、でこちらがね、先ほどお話ししておりましたお土産のラーメンとお土産の餃子でございますね。でこのお土産商品なんだけど、店舗のね目の前にもお持ち帰り専用の販売をしている店舗があったりとか、あとね近くに冷凍の自販機にも販売しておりまして、でプラスネットの販売ね、3種類で、この販売しているんですが、本日はですねこちらの一品港上等店さんに許可をいただきまして、お店で提供しているねラーメンと餃子、それに冷凍で販売しておりますこのラーメンと餃子を作りいただいてですね、今回はカメラマンの前ちんと一緒に食べ比べていこうと思います、はい、お願いします、はい、お願いしますということで前ちん、はい、早速ですけど餃子届きました。こっちは冷凍ではないお店の提供している焼き餃子なんですけど、1個めっちゃでかくない？俺の手がでかいからなんだけど、めちゃくちゃでかいんですよ。でマジでちょっと一口で食べきれないぐらいのサイズなんだけど、早速ねちょっと餃子からいただきます。ちょっと餃子、いやでかいなこれ。でもこれ画面越しで伝わりそう、このサイズ。ちょっと顔と並べてください。顔がでかいからさまあちょっと島津これいただきますわ。はい、うますぎ、マジで。皮はねもちもちしてるんだけど、この焼き目はパリッとしてて、これね噛むたびに溢れる肉汁たまんないのよ。なるほどね。うわっ、とりあえず一口。うん、うまい。もちもちしてて結構皮が特徴的だなって思う。うんうんうん、結構これ忖度抜きで、この我が家でもうちの妻も言ってたんだけど、人生で一番うまいって言ったのに、それぐらいこの餃子うまいのよね。あ、そんなもんでラーメン見ちゃった。はい、あ、チャーシュー麺こっちでお願いします。俺のはチャーシュー増しの大のチャーシュー麺なんだけど、ボリューム感やばくない？ちょっといただいちゃっていいですか。これだよ、このね中華そばなのよ懐かしい感じのさ、中華そばいいっすよね。でもね、いわゆる記憶にある中華そば以上に出汁が濃いから旨味も強いし、うめえ。ちょっと麺いっちゃっていい？これ一品港さん、この手打ち麺なんだけど、麺がねこんな感じで若干縮れ気味でというか、まあ、ツイストした感じなんだけど、麺の太さも乱切りになってるから噛んだ時に食感がいいのよ。ちょっといただきます。うまい。じゃあ毎日も食ってもらおう。いかがです先生？もちもち、もちもち。めっちゃこの麺好きっすわ。食感がすごくいいよね。そう、うん、てかこのチャーシューが立派すぎ。うますぎ。お店のってこんなにうまいじゃん。でもその冷凍でこれがどこまで同じなのかって気になるんだよね。そうですよね、うん、でも結構冷凍も人気なんだよね、ここは。もう相当人気で、やっぱ自販機もよく売り切れてるし、本当にもう地元の人にも認知されてて、普段からお持ち帰りが売れるんだけど、いやもう期待しかないんだけどねこの麺はうまいね。
ちょっとね、前期にもやってほしいアレンジがあって、これなんか昔常連さんがやってて店員さんも試したらうますぎてお店も推奨してるっていう面白い。あって、餃子あるじゃない、噛むとさあんだけ肉汁が溢れたじゃない、はいはいはい、だからその肉汁をスープにこう入れるのよ。これ餃子もちょっと割ってこんな感じでこう餃子にもスープを浸すし、スープにも餃子を行き渡らせるっていう、ちょっとこれスープ的水餃子みたいな感じでね、うん、でこれがうまいのはもちろんなんだけど、あそこに味がまた染み込んでる、ここに染み込んでるのよ。はい、うまい、はい、うまいやっぱ肉汁もそうなんだけどさ、野菜の甘みとかも染み出てるから最高です、うん、よかったらこの味変毎日もやってみてよ。はい、ちょっとやってみます。結構思いっきり割っちゃっていいってことですよね。もう思いっきり餃子割って汁にひたひたにする感じ。今これ一口でよくいきましたね何気なく一口で。そうね、でかすぎるな俺には。うまい、間違いない、間違いないでしょ。そこのスープがまたうめえから。そうなんですよ、ね、ああなるほどね、間違いないですねこれ。一気に変わるっしょ、うん、結構ちょっとさ、こういうラーメンだからさ、ブラックペッパーとかけたら絶対合うと思うんだよね。そうですね、うん、うわよ、うわやべ、絶対うまいからこれ、食う前から分かるもんこんなの。まあでも映えますよね絶対ブラックペッパーも、うん、胡椒系のベリッとした辛みと風味合うね。毎日もペッパーいっちゃう？うわあ、ありがとうございます。はい、来ました。冷凍餃子ですね。見た目はめっちゃ完璧じゃない？いや、完璧ですね。うん。で、今回ね、お店さんだとはもちろんその餃子焼き器を使って焼いてるんですけれども、ご家庭にね、より近い形でってことでフライパンで焼いていただきましたんで、ちょっとこれも食べ比べてみましょうか。ちゃんとカリカリ感も同じ、さっきのと。うまっこれちょっとやばいぞ。あ、ありがとうございます。ラーメンも来ましたよ。いただきます。ちょうどラーメンも来ましたんで、ラーメンも食べ比べてちょっといこうか。見た目はもうさっきのと一緒よ。ちょっとスープ、正直に言うと、もちろん一回冷凍してるんで、その動物の香りがまろやかになったりとか、あとこの小麦食感とかもまろやかに一回なるんですよ、冷凍にするとどうしてもね。なので完全に同じってわけではないけれども、なんて言ったらいいのかな、どっちも同じレベルのもちろん完成度で、本当に好み次第って感じ。冷凍は冷凍の良さがあると。そうなの、冷凍は冷凍の良さがあるの。改めてこれ食べ比べると、これが一品こう上等店のラーメンだって言っても遜色ないぐらい仕上がってるから、ぜひ本当にお店に来れないって方は一旦この冷凍を食べてほしいね。うん、うまっ。あ、焼きたての味見を。ちょっと今まあ、サービスでというか焼きたてのトントロもいただきました。ちょっとこんな感じでね、このご時世だからさ、同じ器はつまめないけどさ、ちょっと毎日にもこれ餃子1個食べてほしいね。餃子あったらほら触ってないとこあるから全然。どう、うまい。
そういうのはほとんど遜色ないよね。フライパンでやるときって俺も作ってるんだけど、想像以上に結構水入れるのよ。フライパンに当たってない部分の皮はよりこうちょっと膨れてもちっと感が増してる気もするんだけど、味だったりとかで、まあもちろんもちもち感とかカリカリ感とかほぼ変わんないよね。変わんな、うまっうまっ、うん、でも一品香さんってすごいのが雰囲気町中華っぽい感じなんだけど、メニューがラーメンとあとはまあご飯あと餃子でビールがあるってそれだけなの。でかつもうオープンしてかなり長いのに地元の方がねもう飽きずにこぞってくるお店になってるから、本当にこのラーメンがどんだけうまいかって話よ。でそれが本当に変わりないレベルで冷凍でどこでも食えるんだから最高よね。片道2時間かかるからな、ちょっと冷凍買ってったら溶けちゃうからあれだけど、まず買っていきたいレベル。そっか、うん、溶けちゃうな。ひとまずね、僕の方はこれラーメン完食いたしまして、これ餃子もあのお店のやつはラストですね。うまっ。じゃあこれトントロもいただいてみようか。ちょっとトントロうまっ。溶ける。一瞬で溶ける。やばいね。マチンこれあの脂身好きだから結構好きなんじゃない？舐めてても食べれるしぐらい。本当に本当に。冷凍系は実店舗でしか手に入らないですか？冷凍はお店の横にある実店舗と自動販売機1台設置してあって、でそれプラスネット販売もしてるから本当に全国発送でやってるから、まあ、餃子もラーメンもこれはね味わえるから。俺が見てる側だったら速攻概要欄開くもん。まあそうですよ。とりあえず頼んだ方がいいですよ、ね、うん。とりあえず、うん、腹いっぱいそう。めっちゃ腹いっぱい。食べましたね今ね、画面の向こうでマイチンはお腹パンパンになってる。うん、てか思ったけど一パックの餃子めっちゃ多くない？この大きさでこの量すごい。食べ応えがすごい。まさかなんか末こんなにお腹いっぱいになると思わなかった。いやマジでこんな、みんな買ってすぐ買ってすぐ試してこの美味しそう本当に。あ、マジもう食い終わってるじゃん気づいたら。美味しかった。美味しかったでしょ。うん、うまい。おかわりは大丈夫。うん、じゃあちょっとこれ最後の一口ですね。よっ、いただきます。うん、あ、ネギが残ってたわ。うん、ってことで、まあ、前ちんとね僕2人とも全て完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、本日は栃木にございます、一品香上等店さんで、普通はできないんだけど今日は特別に冷凍の餃子もラーメンも作っていただいて、実際にこの提供しているラーメンと餃子と食べ比べてみましたけど、本当にね完成度に全く差がないです。冷凍したことによって起こるその風味のちょっとした変化だったことがあるので、あとは好みの誤差の範疇、動画内でも何回も言ってるからもういいよと気が気だよって方もいらっしゃると思うけども、すぐ概要欄開いてこの餃子でラーメンも購入ができますので買って食べてみてください。でまああんまり遠くない方はねぜひねお店にも来てもらって実際にねこのラーメンも食べてもらって、どれだけ美味しくてどれだけ素敵なお店かっていうことも実際にね体験してみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録コメント高評価、また最近ではですねサブチャンネルなんかも始動しておりますので、そちらも改めて概要欄の方からチェックをお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあね。
ってことでね、先ほど一品香さんでラーメンと餃子食べてきまして、さっきお話ししておりました自販機に来ました。こんな感じでございますね。まあ、さっきいただいたこのお土産ラーメンに一口餃子と大きい餃子とで、動画内でいただいたのはこの大きい餃子なんですけれども、ワンランクで小さいサイズ、一口でも食べられるようなこの一口餃子なんかもありまして、まあ、ぜひね皆様もこちらの自動販売機お好みで餃子のねラーメン買ってみてください。以上。